世界で最も若い被爆者が77歳を迎えました。原爆症候症は妊娠早期の胎児が強力な放射線を浴びたことが原因です。頭が小さいことが特徴で、多くが脳や体に障害を負っています。斉藤智子です。元気にしとる。カーパーかんのことし、いいとこまで行った。原爆症候症被爆者と家族の会キノコ会の誕生会にはオンラインも含めて症候症被爆者6人と40人ほどの支援者たちが集まりました。コロナ禍でここ数年会うことが制限されていましたが、会員たちは仲間と会うことを心待ちにしながら毎日を過ごしてきたそうです。参加者は支援者がデザインしたお揃いの紫色の T シャツを着て77歳の誕生日と喜寿を祝いました。今日は体調いかがですか？調子いい。よかった。今ね、日書きをしっかりたりいろんな歌を書いたりしています。仕事の方もね、頑張ってやりよるんよ。黙祷。誕生会ではこの1年間に亡くなった小島小被爆者と支援者に黙祷を捧げました。おそらく今日が最後になる人もそうなってほしくはないんだけど、おそらくそうなってくる可能性があって、心穏やかにね、残された少ない時間ではあるかもしれないけども、過ごしてほしいなっていうのが一番の望み。あとはいっぱい笑ってね、楽しいことをして。1965年に原爆症候症の親たちが作ったキノコ会。その活動の柱は核兵器廃絶を訴えること、そして小島小被爆者への国からの保障を求めることです。自分たち自身では別に核兵器反対とかそういうことは言わないけれども、元気にいらっしゃることそのもので核兵器廃絶を訴えるそういう力があるんだというふうに親御さんは言われていました。元気でまた来年会いましょう。なんでこの子たちが生まれてきたか、こういう人たちが今存在しているのか、そこまでこうちょっと少し踏み込んで皆さん考えていただければ。体が弱く20歳までは生きられないと言われていた原爆小島症の人たち、原爆投下から78年が経ち、ほとんどの会員が健康に不安を抱えています。会いたかったよ。頑張ってね。みんなと一緒に頑張ろうね。岸さんも頑張ってよ。みんなも頑張っておりますよ。